U 字工事の旅発見。韓国ソウルのメッケ旅、2回目となる今回のテーマはリフレッシュ。これで乾杯。いただきます。2人でメッケを探し歩く知的旅番組、U 字工事の旅発見。昨日もいっぱい食べたね。楽しんでいっぱい食べたね。美味しかったね。で今日はですね、はい、韓国でリフレッシュしましょうということで、リフレッシュで山登り行きたいと思います。まさか俺韓国来て山登って思わなかったよ、ね、俺も日本で普段着てるセットそのまま持ってきたからさ大丈夫、ちょっと白根さんに踏み手になってるけど。いや大丈夫です大丈夫ですか、はい、この山でしょ、こちら。ちょっと読めないからもうちょっとユンクさんも紹介、ユンクさん呼びましょうか。そうですよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。いやお願いします。今日リフレッシュってことで、はい、山登りですか。はい、北韓山国立公園を登りたいと思います。国立公園なんですね。はい、中心地から 4,50 分でしたね、車で。そうですね。高尾山チックなところなのかな。宇都宮だったら小菓子山チックなところじゃないですか。あ、まあ、いろんなコースありますけど、そうですよ、ね、今日は軽く1時間程度。あ、いいですね、いいですね、いいですね。はい、じゃあちょっと国立公園いろいろ案内してください。はい、よろしくお願いします。今やっぱり自然とか日本でもすごい流行ってるんで、韓国はマンション暮らしが多いじゃないですか。ですからこういう自然を接するチャンスとかは少ないですね。あ、そうなんですね。コーヒーとかおしゃれな。そうですね、こちらは韓国のオリジナルブランドですね、アウトドアショップで。あ、もう麓にあるんだ。かっこいい。ブラックヤックという。ブラックヤック、はい、かっこいいね。こんにちは。こんにちは。かっこいい。こういう T シャツも韓国。あ、本当だ本当だ。ハングル文字が入った T シャツ。日本語も入ってます。日本語もありますね。本当ですね。はい。モンベイ처럼、네、韓国에52년정도돼있는토종한국브랜드예요。韓国発祥のブランドです。はい、今ドイツにも社を作ってグローバルラインはあちらで展示しています。あ、ヨーロッパに出店するんですか。あ、これいい。俺じゃあ俺買おうかな T シャツ。国旗が入ってるから、ね、いいね、かっこいいね思い出になりそうだな、買ったらこれいいじゃないですか。奈良場さんに買ってきますか、これ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、選んでくれたんですね、ありがとうございます。着替えました。着替えました。ブラックヤック、かっこいいね。結局同じの買ってたな、色違いで、うん、そうですね。ねえ、ちょっとこれで登りますか。頑張りましょう。2階のラウンジで登山前の準備をしましょう。ブラックヤックアルパインクラブのアプリがありまして、メンバーになると個人の QR を押すとこのラウンジが使えるんだ。空港のラウンジみたいなもんだ、はい、会員になると使えるやつ、はい、おしゃれ。ここでゆったり準備できるんですね、山登る前の。いいですね。ドリンク、氷とホット。日本じゃ見ないスタイルっていうか。山登りもスタイリッシュに楽しむのが韓国流。さあ登りましょう。さっき言ったあの高尾山みたいな登るところがあって、うん、あ、これがコースだ。あ、うわすごい、山田部屋。なんつうの、日本にあんまないような。何山ってんすか、あそこ。あの全体が北韓山という山で、ソウルと경기도っていう地域の境界にあって、836m ぐらい。836ぐらいですか、標高。頂上まで行きたければ3、4時間かけて。あ、行きたければ3、4時間。あ、今日はある程度で、はい、ハイトに。そうですね、まあ、リフレッシュですから。リフレッシュですから、もうちょっと、はい、よしよし、じゃあみんなで行きましょう。いやいや、1日1回あと明日まで出ないんで、すいません。誰も待ってないですから、その2発目出たとか。この道はなんかもう整備されてるところ、上まで行かなくれば。そうですね、運動靴でいい感じですね。はい、だから観光旅行来て登山セットはさすがに持ってないけど、ちょっと自然楽しみたいなみたいな時にちょうどいいですね、はい、運動靴さえあれば。もしあれ急遽あそこで買えばいいですね。ああ、確かに。ブラックヤック、ブラックヤック。今後旅発見の時にこれ着ていきますね。ああ、登りだ。渓谷が、あ、渓谷ですね。いいですね、うん、綺麗ですね。そうですね、ゴムみたいになってて登りやすいですよ。独特のマットが敷いてるね、これ。多分木はさ、雨降ったらツルツル滑るからじゃないかな。まあ雪とか雨。あ、そうですよ。魚いいんだ、これ。魚いるいる。おー、いる。おー、楽しい。すげえ、いじゃいじゃいる。何これ、めちゃくちゃいる。
嬉しい。すげえ嬉しいだろこれ。こんないんの。口細系がこれ早系かなんだこれ。すげえ。油早。嬉しい嬉しい。金魚すくいやるとこ見てぐらい魚いんな。例え。メッケだね。油早。うん、おおいいね。山入ってきた。ちょっと登りあるぐらいがやっぱ汗かいていいですね。昨日部屋で飲んだカスビールとチャミスルが出てきますね。カスビール、カスっていうブランドです。 あの青い缶ですか。はい、なんか俺も買った。なんかあでもこれいいですよ景色。ここ近くなってきた。あよし。あっ、おお、すごい、びっくりしたんですか青木さん。見ろ見ろって言うから何かと思ったらカエルの看板。見ろって俺こっち抜けてって言われてたかと思ったら、カエルの指は何本かっていう質問です。4本でしょ。違うんですか。前は4本で後ろはここ。あ、後ろは5本あるんだ。はい、天敵のことならちゃんと勉強してた。いやもう行きましょうよ。カエルはいいんじゃないですか。やられた直樹さんに。あいや一応僕もですね、はい、漫才協会っていう漫才の山岳部があって。あ、そうですか。僕部長やってるんですよ。おそうですそうです。じゃあ日本の百名山とか。日本の百名山のとこは、あの漫才協会では一回も登ってません。13人いるんですけど、LINE グループで LINE しても一人からしか返事返ってこない。それは浜子寺子の寺子さんからリーダーが何か、はい、リーダーに問題がある。俺に問題があるんですか。返事がないの。今日もね写真どっかいいところで撮って、はい、LINE グループ送ります、はい、撮影スポットを探してさらに登っていくと、岩壁だ。この道もなんかいいですね。この辺、あの辺なんか展望台みたいないですか。違うんですかあれ。なんかあるよ。本当だ。駐車場ですよね明らかに。ここまで来てここから上行けんじゃないですか。登山口もう一個あって。いっぱいルートはあるので。いっぱい、そうです。確かに言ってましたね。あのこの上行きたい方は多分ここに止めて。なるほどなるほど。はい、あでも見て見て見て。こっちから見える。おーすごい。すごいすごいすごい。ここいいじゃないですか。写真とちょっと撮ってくんねえかな。あ漫才協会LINE グループに送んなきゃいけないから、はい、その橋のところだったら山入りますかね。入るよ。3、2、1。山岳部の仲間に送るいい写真が撮れましたね。 OK。 まだ登山口なんですけどね。登ったみたいな雰囲気出してますけど。コースによってさまざまな表情が見られるプカンさん、旅の予定に入れてみませんか。下山、ね、韓国では下山後のお楽しみもあるそうです。あ、なんすかこれ。自然の中にあるご飯屋さん、ミルラムチム、はい、意味は分かんないです。そればっかりじゃないか。山を降りたら韓国人はちょっとチヂミとかマッコリで疲れを取りますので。あ、マッコリじゃ今から飲めるんですか。そうですね、やったチヂミも。日本だとね、山降りてきたらかんぴょう巻きとねレモン牛乳って決まってますけど。決まってねえよ、はい、うどんそばだろ。そうか、あそうか。ということで橋を渡って川のすぐそばにあるお店へ。お、来ましたね。来ました来ました。おー、いやいやいや、うおー、でかい。あーすごい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 、すごい大皿。これチヂミ、海鮮チヂミ。海鮮、あー、うん、タコとかイカとか言ってる。これが謎なんですよ。パトリムゲーよ。パトリムムチ、どんぐりの粉を固めて野菜と和えたものです。これがじゃあどんぐりの粉で固めて、はい、プルプルしてるこんにゃくのようなんです。でも定番ですから。これ定番なんですね、はい、どんな味がするんでしょうか。あ、いいね。マッコリ乾杯。マッコリで乾杯。いただきます。ちょっとビリッと発泡しててうまい。これ分かる。なんか俺はビールかなと思ってたんですけど、うまいね。ビリッと炭酸入ってる。ちょっとアルコールの入ってる、なんかカルピスのジュース飲んでるな。美味しい飲み口だこれ。初めて食べんな。いただきます。うん、あっさりとしたゼリーですね、うん、で大人の苦味がちょっと後からギュッとくる感じで、はい、で野菜で一緒に食べたら食感が分かれていいかもしれない、うん、野菜のシャキシャキと、うん、美味しい美味しい。俺好きこれ。うん、いやこれコチュジャンパワー効いてますね。辛いです。その時はマッコリを飲んでください。なんでこれ。生野菜バリバリ食うからすごいよこれ、うん、海鮮チヂミもどうぞ。こうですか。はい、独特の食い方だったけど。お前が間違っ、こっちが間違ってんのか何なのか。ちょっと大きすぎたんですけど。あ、いただきます。
また海鮮の出汁がすごい染みててうまい。本場の父みたいです。うん、うん、マジそよ、マジそよ、忘れてた言うのああありがとうってマジそよ、マジそよだなソウルから50分ぐらい車で、はい、こうやって自然があってで終わった後はこういう食べる場所もあっていいレジャーですね。そうですね、うん、ミヤネ屋ミヤネ屋ミヤじゃんミヤネミヤネよミヤネよ、 よ美味しくてミヤネよ。ミヤネよミヤネよ、なんでごめんねごめんねコマーシャルの後はマッサージでリフレッシュ。今回のテーマは韓国でリフレッシュ。魚いるいる。ヤバの新鮮な空気、めちゃくちゃいる。チヂミとマッコリを満喫した2人はソウルの市街地へ。やってきたのはミョンドン。ソウルに来たらぜひ訪れたいショッピング街です。若者が好きそうなご飯屋さんとかさ、ファッションの店多いよね。まあいわゆる大都会ですよね。ここで俺らリフレッシュできますから緊張しちゃうんですけど大丈夫かな。ミョンドンにあるこちらのビルにお目当てのお店が入っています。ここに入ろうと思ってるんですけれども、こちらの店ザ・フッチショップ。足が売ってるのかな違うだろう本質食べるぐらいな。ここはマッサージの専門ショップです。あ、こんにちは、こんにちは、日本から来ました。リボネソワシリフレッシュしに来ました。先にスリッパを履き替えてください。あ、喋れるんですね日本でもこちらこの店はとても有名なんです。あ、そうなんだ。じゃ見てる人も行ったことあるよって言ってました。はい、チャジャオ座ってことで足を入れてください。はいはいはい。これはどういった洗うみたいなんですか。フッスパー。5分じゃん。スパーです。5分ぐらいつける。あったかい。うわ、いいっすね。熱すぎないぐらいです。これからあのマッサージのやる方が来て、あのタオルで皆さんの足を拭いてから一緒に入りますので、呼びに行きました。準備できても足しちゃうだよ。ね、入ります。人はい、おはようございます。おお、面白かった。ああ、ありがとうございます。あ、男性なんですね。なんかイメージでは女性のイメージがあったんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カムサムニダ。カムサムニダ。지금어떤마사지하시려고하시는거예요？지금은종아리근육풀고요。그리고이제다리있는붓기좀빼는마사지하고있어요。ふくらはぎのあの筋肉をほぐして。腫れている部分を保護します。おお、結構痛いな。なんか流されてる感じしますね、悪いものが。押し出されてる感じがする。かといって痛すぎない、そのあのバラエティみたいな感じじゃないです。全然気持ちいいです。僕の足いかがですかって聞いてもらっていいですか。あ、다리、이분다리어떤것같으세요상태가。다리크게뭉친것같지않고요。아그리고、네、피부가좋아진것같아요。あのそんなに凝ってないし、肌が綺麗ですね。あ、ありがとうございます。感謝합니다。肌綺麗って言われた。あ、おでんから変な声聞こえてきた。うるせえな。マニアップしてよ。こっからまた足の裏。はい、うわ、くすぐったそうだな。痛いのか。お願いします。うん、うわ、優しい。おお、うん。いやー、なんか山登って降りてきて酒飲んでマッサージしてこんなでしたっけ旅発見。最高ですね。いいっすね。ありがとうございます。なんか本当に。気に入ってるわけじゃないですけど、笑いのことを思って考えなくていいし。ひるぐなや。すごいリラックスできる。ひるぐな。うわ、響く。刺さる。あれ状態が悪い。ああ、ここ来る前に日本で俺足の裏できたイボを完全に治療しといて本当よかった。その情報。粉瘤取ったり、韓流で粉瘤。うまくない。俺の背中に粉瘤できたんで、韓流来る前に粉瘤できたんです。二人とも。さて、リフレッシュといえば。
これまであまり目に触れることのなかった重要な施設が観光スポットとして生まれ変わり、にぎわっている場所があるんです。それがこちらのチョンワデ。韓国大統領の執務室、官邸として使われてきましたが、2022年に全面公開されました。この階段すごいですね。すごいすごい。絨毯でなんかこうよく日本にもこう、ね、並んでこうにあるような感じ。内閣府が決まりましたみたいなね。はいはい。栃木観光大臣益子です。そんな役職ね。ないですか。天井高い。政治や外交の舞台としてニュースにも登場した場所。実際に訪れてみてはいかがですか。さあ、韓国ソウルのメッケ旅もいよいよ終盤。フレッシュなエネルギーに満ちた街にやってきました。またここは屋台なんかもあって結構賑やかな街ですね。あ、確かに。朝からあるんですか。夜から。今から準備して、今ですね、夕方ぐらいから、はい、ああいうとこで最高。あ、もう飲んでる飲んでる。うわ、すごい狭い道。はあ、ここでもね、ずいぶんわちゃわちゃしたけど、はい、奥さらにわちゃわちゃしてます。これいいっすね。これはなかなか穴場ですね。これ昔からあれ、ここは昔はあの庶民の家がたくさんあったんですけれども、こういう風にモダンにお店リノベーションして変えてるんだ。今流行ってるんですね、若者に言っても。あ、確かにこの辺は昔民家だったっぽい名残ありますね。そうです、そうです。あんま日本ではこの広さのこういったタイプのお店はない。ないよな、この商店街通が。アメ横ともちょっと違うしな。違うな、違うし。で、今は平日だから行列になってないですけど、週末はすごく行列になって、ここ通れないぐらい人が通れない。うわ、なんかいい、あんまりいい匂いする。塩パンの店で。あ、塩パン、やっぱ入ってるんですね、全体的に、はい、行列にしてるわ、ここは。あそこでも似てる、あれ、三茶、三軒茶屋。うん、わちゃわちゃ感よく知ってんな、三軒茶屋とか。な、おお父さん、三軒茶屋とかよく知ってんじゃねえの。確か世田谷のな。お前絶対知ってるだろ。確か世田谷あたりの三軒茶屋よく知ってんじゃねえの。お前んちの方が三茶に近いから。もうちょっと分かりやすいさ、栃木とか北関東で例えてくんないと。お父さん、この辺ぐらいから焼肉屋が出ます。うわ、あ、焼肉屋さんだ、本当に。そうだ、韓国って言ったら焼肉だな。うん、確かに焼肉屋さんばっかりですね、ずらーり。こっからもいい匂いしてくるわ。うわ、美味しそう。焼いてくれてる、美味しそう。美味しい、美味しい、美味しい。まっすよ、まっすよ。美味しい。ここもいいっすね。サムギョプサルだ。人気は何ですか。제인기있는메뉴가뭐예요。제인기있는메뉴삼겹살갈비살삼겹살とカルビ。あ、いいっすね。店内もいい雰囲気。こちらでいただきます。おきた、ニートベイビー。삼겹살カルビで、おお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 、美味しそう。美味しそう、美味しそう。おお、いいっすね、いいっすね。焼いてくれんだ。キノコでかっ。やったぜ。飲む、コップ入れてる。うん、飲む。渡り目だろ。よいしょ。あ、ちょっと厚めのコップでいいですね。うん、じゃあ行きましょう。コンベーコンベあ、美味しい。あ、うまい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 。カルビが焼けてきましたよ。いい焼き色。これ巻いた方がいいの？おとけ먹어야될까요？おお、おとけ。올려서、ね。カジュ。あ、ネギを少し入れて。あ、俺さっきネギそのまま。少し。うん。何の？オッケー。あ、ね。그리고뭐넣을까요？ダメ？ソース。と？あ、わさびを。わさび。チョコ。少し。チョコこの人の多いんですよ。言うこと聞かないからこの人。え、그렇게우선드셔보시고。ね。いただきます。あ、ピンネ。エゴマの葉っぱは複雑な味が交わって、うまいっす。エゴマはこの味噌だって。はい、うん、エゴマうまいよな。いただきます。おいしい。納豆よ。おいしそう。먹어도될까요？ 2人 위해서 삼겹살。 ニンニクとすごいね、これ。大体何時ぐらいまでこういうお店ってみんなにぎわってるんですか？平日は6時、7時の間が一番ピーク。あ、ピーク。はい。で、週末は
もう昼からみんな食べに来て焼いて食べます。よし、おお綺麗。これは写真撮りたくなりますよね。お、買ったよ。今切ります。おー、テレビで見るやつ。新商品だ。うまい、うまい、うまい、うまい。さすがママ似合い。ありがとう。いや皆さんかっこいい、ハンサムです。お、急に覚えてくれた。ありがとう。かわいい。おどっちがベ ベタですけど。両方あげよう。選べられない。選べられない。でも好みの方に大きい肉がいくかもしれない。いいかな。うわ、出た。この日本にはあんまりない発火で、こう巻いてます。このまま。このまま食べる。はい。会社競り直し。あ、そうですね。いや初めて。これやるの。行っていいですか。両方まんまん足し。行っていいですか。いただきます。ねえねえ。あにゃに。はい、カバッチ。もう俺です。おいしい。本当に自分が好きなの。こっちのスペシャルじゃない。俺は多かった。いろいろ巻いてくれて。おめえの全部のせじゃねえかよ。一応これが調和してるのかなって。ありがとうございます。ありがとうございます。あのさもにだ。あにゃ、余計に負けた。俺の勝ちじゃない。You mean。韓国で俺のモテるらしい。いただきます。全部入り。こちらも特別に作りますので。うまい。油のこのじゅわってのが野菜とか薬味といい具合に交わって、うん、みなりのすっきり食べられますね。うまい。なんかやっぱセリを入れますね。うわ、セリ、セリ入ってない。入ってる。入ってないです。入ってなかった。入ってないよ。よし、俺の勝ちだ。勝ち負けじゃないんだよ。おー、わさび入れてくれて。うわー、一緒にやりましょう。あのセリーを入れて、うん、香りがいい。本当にプレミアム級の肉だけ、エリースグレータ肉だけ使ってますので、うん、匂いはないですか。そういう臭みは、うん、韓国の焼肉、一度食べると病みつきです。大福さん、2日目の案内ありがとうございました。はい、こちらこそ。どうもありがとう、楽しかったです。はい、体動かして、美味しいもの食べて、ほんとリフレッシュできましたね。僕、山登りのイメージなかったんですけど、すごいハイキングできて、コースが自分で選べられるのか。熱気でしたね。マッサージも強すぎず、弱すぎず、ほんといいところを、気持ちよかった。はい、ね、でも本当に韓国近いし、うん、で、日本人の観光の人もすごく多いんで、なんか不安になることもないんでね、うん、もうすごい楽しかったです。日本語喋れる韓国の方も多いんで、はい、過ごしやすかったです。はい、ね、この距離感でね、この外国の感じを味わえるって本当に楽しかったですね。いや最高でした、本当に。ありがとうございます。なんか個人的なメッキありました？ありました。おうおう、やっぱずっと街中歩いてて、うん、運転がね、結構ね、皆さんあの攻めるんですよね。あ、だけどちゃんと譲ってギリギリのところでの譲り合い、そこはね、すごかったですね。なんかありました、個人的なメッキ。最後ね、焼肉本当に美味しく、韓国といえば焼肉本当に美味しくいただいたんですけど、俺は見てましたけど、うん、香るニンニク12個食べてましたから。いや韓国来たら食べないと。やっぱりニンニクどうしよっからでみんなやってたんですよ。で食べた、まあまあそれぞれ一応食べましたよ、うん、12個食べてましたから、ね、やっぱね、リラックス、リラックス、リラックス、口リフレッシュ、うん、オッケーオッケー。本当に楽しい旅、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。またお越しください、はい、またお願いします。はい、はい、というわけで本当に今回も知らないことばっかりで、ミヤネよミヤネよ、韓国バージョンです。またお会いしましょう。マシソよ、美味しかった。カムサムニだ。あ、酔ってますね。韓国ソウルには自然やグルメ、サービスなど身も心もリフレッシュしてくれるものがたくさんあります。訪れてみるときっと新しい発見がありますよ。 U 字工事の旅発見、次回は長野県軽井沢町、中山道軽井沢宿で発見。いや嬉しい。そうですよ、こういうお茶屋さんも。お楽しみに。何これ、お猫、猫だ、かわいい。本物だよ、かわいい。本物、首輪ついてっから、どっかの買われて看板猫だ。え、タクロ全く痛くないの？痛くない、なんか気持ちいい。
あ、気持ちいいです。ありがとうございます。お前、黒毛も凝ってねえさし、やってもらう必要ねえんじゃないか。いやいや、そういう問題じゃねえんだよ。せっかく来たんだからさ。やってもらう必要だよ。治療に来てるわけじゃねえからさ。